リニアのトンネル工事が影響したとみられる水枯れ問題について、静岡市の難波市長は、JR 東海の対応次第で静岡県民の不安解消にもつながると指摘しました。大井川の中下流域の水資源の問題についても今回の岐阜の事例は影響しないということになります。県内でもリニア工事への懸念がある中で注目される岐阜県の水枯れ問題、土木工学を専門とする技術者の顔を持つ静岡市の難波市長は、リニアの路線はここですので、まあ、南アルプスはここですから、岐阜県の例はここのリニアのトンネルの近傍で発生をしているという例になります。で、こちらの中下流域の影響というのは相当離れたところのこの影響ということですから、この辺りでそのトンネルができて地下水が吸い込まれる、で影響が出るという現象とここの現象は別問題になります。ここに影響が出るのはここで発生をして、本来はこの大井川を伝わってこう流れる水を山梨側に落としてしまうので、こちらの水が減るということですから、全然違う問題になります。難波市長は工事をする前に影響を予測しておくことが大事と強調し、市として JR 東海と協議を進めてきたと話しました。岐阜のような状態が発生しないわけではないですけど、少なくとも静岡で同じ事態が発生をしたら影響を最小限にするという措置を取っていくということです。こういうことをやっているのを踏まえて、これまで今やってきたことを変える必要はないと。一方で岐阜の水枯れ問題をめぐる JR 東海の対応については、岐阜の事例では JR の対応は不十分だということがおっしゃりたいということですか。はい、まあ、そう言わざるを得ない。岐阜の例で信頼回復をする措置をしっかりやっていただくことが、静岡県の静岡市民の皆さんの不安の解消にもつながると思いますので、